梶原景末は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の武将、梶原景時の着難、梶原ワ太景末とも、源の頼朝に侵入し、自称、樹栄の乱で活躍。父と共に、鎌倉幕府の有力御家人となるが、頼朝の死後に没落して滅ぼされた。梶原氏は、坂東八平氏の流れを組む一族で、源氏に従っていたが、平治の乱で、 源氏が没落すると平氏政権に仕えた。自称4年、源頼朝は挙兵するが、石橋さんの戦いで大敗を起死した。兵士方で参戦していた父の影時は、頼朝の命を救い、後に、頼朝が再挙して、鎌倉に入り、関東を制圧すると影時は頼朝に侵入して、御家人に列し、徴用された。要和元年4月。 影末は、頼朝の新城を敬護する11名のうちに選ばれた。要は2年、解任した五代所、宝城政子の三女への移転に工夫し、若公を無事出産すると森刀を、父、影時と共に献上した。政子の妊娠中に、頼朝が、密かに、愛称、亀の前の元へ通っていたことが発覚し、激怒した政子が、薪宗近に命じて、亀の前の屋敷をぶち壊し、 激怒した頼朝は宗地下を罰するが、これを怒った、政子の父の北条時政が、伊豆国へ引き上げてしまう事件が起きた。頼朝は、時勢の着難、義時のもとへ影末を使わし、戻った影末は頼朝に義時は父に従わない、胸を報告している。樹永三年正月、兵士を打ち破って経営を支配していた、源義仲と頼朝が対立し、 頼朝ともは、弟の源の則よりと義経を、大見国へ派遣。影時、影末氏はこれに従った。宇治川先人総図、佐々木高綱に先を越された影末、平家物語によれば、この戦いで影末は、佐々木高綱と、有名な宇治川の先人争いをして、武名を挙げている。鎌倉を出発するときに影末は頼ともに、名馬、聖職を賜るように願ったが、 頼朝はこれを許さず代わりにするすを与えた。ところが、頼朝は、後で聖職。軍中で、高綱が聖職に乗っていることを知った影末は、死辱と考え、高綱を殺して自害しようと決意する。高綱が起点を聞かせて、これは賜ったのではなく、盗んだのだというと影末は、自分も盗めばよかったと笑った。吉爪軍と吉中軍は、宇治川で退陣し、 高綱は聖職、影末はスルスミに乗って一番乗りの巧妙を立てんと、高綱が馬の腹帯が緩んでいる。締めたまえと助言し、影末は落馬しては一大事と馬の腹帯を締め直していると、その暇に高綱が川に進み入ってしまった。図られたと知った、影末も急いで川に乗り入れ、川中で激しく先陣を争い、結局、 高綱が一歩早く対岸に上陸して一番乗りを果たした。乗りより、義常は、この宇治川の戦いで勝利し、義仲を打ち取った。同年2月の一の谷の戦いでは、影時、影末、慶向不氏は、乗りよりの大手軍に属した。平家物語によれば、弟の慶向は一気駆けして敵中に突入。これを救わんと、影時、影末も敵陣へ攻め入り。 敵陣を打ち破り交代するが、影末が深入りしすぎて戻らない。影時は涙を流して、再び敵陣に突入して奮戦し、梶原の二度影と呼ばれる奮戦をした。原平清水記によれば、この戦いの時に影末はエビラに、梅の花の枝を刺して奮戦し、万道武者にも雅を介する者がいると、敵味方問わず賞賛を浴びた。この戦いで影末は、昇降家と共に、 平重平を捕らえる手柄を立てている。一般に、父の影時は、源の義経を陥れた、大悪人とされるが、その子の影末は、軍記物語では華やかに活躍している。影時も、一の谷の戦いで、東国武士らしく大いに奮戦している。その後は、父の影時と共に、義経軍に属した。義経は、八島の戦い、旦那浦の戦いで、 兵士を連覇し、元略2年3月に兵士を滅ぼした。平家物語、原平清水記などによれば、この際に影時は、逆路論争や、先人争いで義経と、ことごとく対立して深く遺恨を持ったとされる。東鏡の合戦後の報告で影時は、義経の傲慢と独断先行を厳しく非難しており、対立があったのは確かである。義常は捕虜を連れて経営機関。 後白川法王はこれを称して義経とおだった、武士たちに官位を与えた。この際に影末は西門の城に任じられている。この無断任官を鎌倉の頼朝は激怒し、任官した二十四人一人一人お口を極めてののしり、鎌倉への帰還を禁じた。その場頭文が東鏡に記されている。平易に任じられた弟の傾向は人相が悪く、知れ物と思っていたが、 人間は誠に、見苦しいと言われているのに対して、影末は、名前が上がっているだけで何も悪口が書かれていなかった。影末らは後に許されて、鎌倉へ帰還しているが、吉経は許されることはなく、鎌倉近辺の腰越えまで来たが、敬意を返された。同年9月、影末は、吉勝傍上人と共に頼りの使者として上落した。目的は、勝長寺院供養の道具を求め、 合わせて、兵士山等の配慮を朝廷に促すためだが、同時に、義経へ、おじの源の雪家を追悼するようよりの命を伝えることになっていた。影末は、義経の屋敷を訪ねるが病であるとして、面会を断られた。一両寺詰まって再び訪れると面会を許され、義経は教則に持たれて衰弱した様子で、病が得るまで雪家へ追悼はできない旨を伝えられた。 影末が鎌倉へ帰還して、頼朝へこの旨を伝えると、父の影時は、面会一両日待たせたのは不審である。職を断って衰弱してみせたのにそういなく、義経と幸家はすでに同心していると根性した。その後、義経と幸家は拒兵するが失敗し、義経は、欧州藤原氏のもとへ逃れるが、文治5年に、藤原康平の軍勢に襲撃され平泉。 衣川間で自害した。同年7月、頼朝は、欧州藤原氏討伐のため大軍を率いて、鎌倉を侵発。影末は、父や弟たち一族と共に従軍した。白川関で影末は召されて、和歌を剣じている。頼朝は大将して、欧州藤原氏は滅びた。文治6年、頼朝が上洛すると、影末もこれにくぶしている。研究4年。 会議、現氏の安田義貞のこの義士が、上皇の女房炎症を投げ込む事件が起きた。女房書は皇難を恐れて、これを秘匿していたが、影末の妾の隆主の前がこれを語り、影末が影時へ伝えた。影時は頼朝に根性し、義士は残首され、義弟も所領募集された。影末は有力御家人として活動し、鎌倉幕府の諸行事に参列したり、 武行を務めるなどしばしばその名が見える。父、影時は頼朝に徴用され、侍のこ別党に任じられて、県政を振るった。正治元年正月に頼朝が死去すると、梶原一族の運命は暗転。同年11月に影時は、三浦義村、和田義盛ら御家人66人の連盟の断崖を受けて鎌倉から追放され、 所要の相模国一宮へ退いた。正治2年正月、影時、影末は一族と共に相模国一宮を出て上落を食わだてた。途中、駿河国期読み関で在地の武士とさかいになり、弟たちは次々と打ち死にしてしまった。影末は影時と共に山中に退いて戦い、ここで一族と共に自害した。去年十九。撃たれた、 影末の片腕は、鎌倉に送られ、鎌倉市笛田三丁目29の仏行寺の玄田塚に埋められているという。戦術の先行やエビラの埋めの草和などにより、後世には、玄平が戦期における代表的な色男として伝説化された。ありがとうございます。